めちゃくちゃ仲いいイメージがやっぱあるいや仲いいですね、はい、まあ長いですしね一緒にいる時間も本当に10代から一緒なので気づけば30になりますね今年でなんか面白いんですよ広い楽屋なのに一箇所に固まるんですよそうだからもうなんかたまにやっぱ人数多いからって言って気使っていただいて机2列ぐらいあるとことかにあの楽屋に用意されたりするんですけどみんな一箇所の1枚しか使わないんですよ机もうそこに集まって喋ってみたいなだからやっぱスノーマンといる時一番楽しいですね一番楽しいですねみんなの中でちょっとこう盛り上がった話題みたいななんか覚えてるのはありますなんかスノーマンよくやるのは阿部ちゃんのクイズ大会ってなるんですよもう大好き阿部ちゃんが出題者に回ってじゃあ問題ですって言ってみんなあの手挙げて早押しみたいな感じでやるんですけど白熱しますね簡単な問題から難しい問題までそう幅広いですねでみんなでこうわーってやった時にちょっと話に入ってなさそうだなって雰囲気を出す岩本がその答え何々じゃないみたいなおい聞いとったんかいみたいなクールな正解をね勝ち取るんですよ、結局仲良しそう仲いいですね本当仲いい深澤くんってこうタフというかその辺はこうひょうひょうとなんだろうあんまりこう精神的に参るイメージはないんですけど意外とそうなんですか結構ロケあ一緒の仕事で移動車とか一緒になったりするとなんかずっとブツブツって言うんですよねなんかこうありだからそれをよく聞くとなんかその有吉さんは何々が嫌いだからこれはダメでとかすごい考えてるんですよずっと有吉さんのことめちゃめちゃハマりたいらしくてめちゃめちゃハマりたいらしくてそうだからあいつはあそれ有吉さん好きじゃないからとかめっちゃ自分俺たちに言ってくるんですよ最近で言うとあとバナナマンの設楽さん、はい、にハマりたいよねそうなんか芸人さん芸人 の, あの大御所の方にハマりたい、うん、イケメンなりたいのかって聞くといや俺は違うんだって言うんですけどめっちゃ格好つけるんですよでも何なんですかねなんかいないとこで悪口みたいになってるやめませんなんか悪口じゃないちょっと悪口じゃないだから最近だから深澤さんのキャラブレがやばい深澤さんだってもういやいやもう僕はねこう呼んでいただいたりとかまあ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 朝のコメンテーターとかちょっとやっちゃったりもしたりとかまあそういう意味ではそうですねそうですねでも全てはここから始まってるんで僕は全てやっぱ夜会さんにそんな登竜門的な感じなんですねここはそうなんですもうすごいですよやっぱ夜会のこう反響ってやっぱすごいので出てたねそれこそ地元の友達とかから出てたねって言ってもらえるのはやっぱ嬉しいですね今日は最後というかあれ卒業俺聞いてないけどそういう感じのやつは卒業スペシャルというスペシャルだった学校だからね卒業はそうなんですかこんなに楽しんでたのに新しい生徒新しい生徒も入ってきた初めて聞いたいや嬉しいでもバラエティはやっぱまあめちゃめちゃ出てたりしますからねそうだよね、うんはい、バラエまあ僕は本当ドラマ出たいって言ってるんですけどねドラマ、なんすかそのにんまりいや優しいじゃない先輩がにっこり頑張れよとドラマに出たい言ってるんですよあなたは暴れる君ルートで暴れる君ルート暴れる君ルートあのルートね狭いね狭いねそんな盛りだくさんの次回の夜会はスノーマンがいつも食べているハイカロリー飯を紹介これはちゃめちゃ美味しくてですねうわーこれはどうぞみんなのご褒美飯とは散歩大好きでそうスノーマン初さんの新ゲーム道クイズで大盛り上がりどこだこれあちょっと早かったかな夜会木曜夜10時